皆さんお待たせしました。お待たせしました。ビアンジエムジェムです。ルナでーす。でもジェムジェムキジェムキャンだからね。ジェムキャンじゃない。キャンジェムです。はい、ということでね、いつもは金曜日にお送りしているんですけども、今週はスケジュールの関係で水曜日ではジェムナウ略して水ジェムをルナフロムジェムのメンバー5人でお送りしたいと思います。はい。お願いします。お願いします。はい。で、今流れてるオープニング曲の最後でやったーという場所がありますので、ぜひ皆さんやったーの準備お願いします。大丈夫ですか皆さん。フライングの方がいる。あ、フライングしてます。あら。そう、あ、そう、今日は私服で、そうなんですよ。あ、確かに、珍しい。そう、本当に私服で、やらせた。パーカーのせいだから、一人だけ季節感違う人みたいな。夏。ほんまや。本当だ、私、顔色が。すごい、こんばんはってみんな言ってくださって。こんばんは。はい、やったー、来ますよ。せーの。せーの。やったー。中目さん、今、夜行バスの中。もうやったー、あ、すごい、やったー、はい、やったー。それじゃあね、やったーもたくさんいただいたところで、はい、今日はたまたまルナメンバーが来ているということで、そうなんでございます。自己紹介は最近可愛いと思ったものやことを話して自己紹介したいと思います。はい、じゃあ紙でひーちゃんから。はい、静岡県出身、高校1年生、16歳の西田ひらりです。可愛いと思ったものは、ちさみさんのショートカットが、好きです。かわいい、すごい、もう泣けちゃう。すごい、すごい、数ある中で、すごい、いいな。どうしよう、明日頑張れちゃうよ。すごい、すごい、嬉しいわ。次は、なっちゃんかな、こっち。はい、久々だからさ、5人さ、本当は私からだね。私からだね、上からだ。そっか、いや、一番カメラから。いつも2、3なんだ。あー、そういうことか。前は、いや、私多分、あー、その前。じゃあ、これは私でいいんですか。もう誰でも、はい、行っちゃおう。はい、飛び散る汗は赤マリン、大阪府出身、20歳になりました、南口奈良です。可愛いと思ったことは、まだちょっとちさみちゃんかぶりになっちゃうんですけど、何今日ね、まあ、でも2人いるんですけど、今日ね、雨降ってなかったのにゆうちゃんが傘さして歩いてたんですよ。そう、え、ゆうちゃん傘、雨降ってへんのにってなった瞬間、パッて後ろ見たら、ゆうちゃんに釣られてちさみちゃんもパカって傘さしてたっていうのがちょうどね、すっごく歓喜だね。そう、さっきやねんけど、影響力よく受ける、サミは。違う、だからちなみに、多分2人のその雨降ってほしい熱が伝わりすぎて今大雨。そうなんですか、今もうね、やんば。そんなことはない。え、見て、もうびちょびちょなんだから、靴の中水浸透して、なんかそうだよ、めちゃくちゃ衝撃。そう、だからそれが可愛かったね。違うから、ね、外出てきてみ、外で見てる方いるんじゃない。え、います、今雨降ってます。そう、めっちゃ雨って、ほら、ほらちゃんが、ほんまや、シュルさんがおかしいだけやねん、濡れて、もう今、ほんまや、普通なんかびちょびちょなんだから、濡れてきたくって言ってるし。コメントでなっちゃんおめでとうってたくさん来てるってよ。あ、嘘、うん、ありがとうございます。ほら、めっちゃ雨だよって。そうなんだ。雨で来てた。怖いや、怖いやと思った。怒らないで、怒るよ。楽しみ、おめでとう、ありがとうございます。やばい、そういったことがめっちゃイラっとりちゃう。はい、はい、そんな感じです。はい、そんな感じです。じゃあこれはこっち、私行く、はい、じゃあ、あ、私行きます。北海、やばい、めっちゃ色抜くの。北海道出身のジェムのリーダーの金沢ゆきです。ゆきちゃん、ね、可愛いと思ったのが、私辻のぞみさん大好きなんですけど、知ってますよ。そう、の方のインスタがなんか可愛いご飯みたいなの載せてるんですけど、可愛いって思いました。なるほど、以上です。インスタが可愛い、そう、大好きだよね。そう、思わず見せちゃった、可愛くない、すっごかった、そう、絶対できない、それ可愛いなって。はい、では私行きたいと思います。はい、福岡県出身、21歳の森岡優です。最近可愛いなって思ったものは、実はこれインスタグラムかぶりなんですけど、インスタで最近カワウソの
の動画をたくさん上げている方がいらっしゃって、ね、でその方のインスタがすごく可愛いです。最近の癒しになってます。よろしくお願いします。インスタ見んでもここにおるよね。そういるんだけど、ここにおるやん。そうなんだっけ、さっきカワウソが割とさ噛みつくよねみたいな話してたじゃない。うん、久々に噛みつくよって言ったもんね。噛みつくよ噛みつくらしいです。そっくり。皆さん、皆さん、はい、じゃあ今日褒められまくってる。はい、愛知県出身22歳の伊藤千美です。カワウソ、どうしよう。最近可愛いと思ったものは、久しぶりにねネイルをしたんですよ。はいはいはい。それがねちょっと今可愛いと思った。可愛いなって思ってます。あー可愛い。インスタ開けてください。うん、あ、それではインスタやってるからね。インスタ、はい、すごい可愛いか。はい、ということで今日も5人でお送りしたいと思います。久々の5人だね。いつも最近4人だったから。そうだね。なんで皆さん、うん、今みんなさめっちゃ優しい。メンバーのこと可愛いって褒めてくれる子がいっぱいおる。嬉しい。褒めてくれる。しかも私が久々なの。え、久々。そうなの。久々。そうなの。久々。ここが、え、どこ。そうなんだ。そっか。そんな感じしない。あ、ジリンちゃんとユキちゃんとか。そうだね。へー、そんな気がしないね。ね、でも前回がソルメンバー多かったって。ソルか。ソルが前回とった。で、その前もソルとかで、ね、うん、ジュリンとさ、ユウちゃんとかで、うん、3人じゃなかった。そう、ユウちゃんと私3人やった。そうだ、そうだ、ね、そうだった、そうだった。久々。久々じゃん、ね、なんで久々お待たせ。ごめんやで。ごめんやで。待ってた。はい、ということで、ちなみになんですけど、ショールームの機能説明をしたいと思います。はい。右上のハートマークを押すと次回の放送がすぐ分かりますので、ぜひハートマークを押してください。そして左上のバナーを押すと私たちの公式サイトが見られます。ちなみに、チケット購入からはですね、私たちの定期公演のチケットが購入できます。はい、はあ。そして鳥さんマークを押すとこの番組を拡散できちゃいますので、よろしくお願いします、ね、めっちゃしてほしいです ね。今はどんな感じ。半分くらい。いつもとさ曜日が違うからさ。確かに。そうか、忘れてる方もいるかも。そうだね、そうだね。拡散よろしゅう。ね、拡散よろしゅう、ね、お願いします。半分くらいかな。ぱっと見半分以下ぐらいかな。なんで皆さんお願いします。お願いします。番組終了前にランキングを読み上げた時1位だった方に、今週は後ほどチャレンジコーナーで使ったものにサインを入れてプレゼントしたいと思います。皆さんよかったら1位を目指してみてください。はい、お願いします。お願いします。でも早速今日いっぱいコメントをいただいてます ね。いっぱいよね。今日水曜日やからちょうどさ、うん、平日の中間でしょ、ね、疲れが憂鬱になっちゃうよね、うん、疲れが来ますね。学生の頃ね、みんなに学生やん、うん、そう。あ、そうじゃん。そうだよ。水曜日ってさ、5時間授業とかじゃなかった？あ、そうだよ。5時間授業。ホームルームがある日だよね。ホームルームある。ホームルームあるよね。確かに。結構好きな曜日だったりする。大事？長くない？私木曜日が一番好き。そうだよ。麺の日。そうだそうだ。麺の日。麺の日か。水曜日ってレディースデー。あー確かに。いいね、レディースデー。我らの日だ。でも火曜日はボーイズデーでしょ、うん、あ、そうなの、ね、うん、だからなんか、あの男の子は火曜日が映画休みじゃないの。あ、そうなんだ。火曜日、うん、そうなんだ。へぇ、水曜フルコマでしたって。何フルコマって、ね、あ、全部ってことか、うん、1から最後の、はい、うん、え、みんな知らなかったってボーイズデイ。あ、じゃあ違うかもしんない。からからちょっと調べないとわからない。なんかでね、なんか見た気がするんだけど。でもね、確かにあってもいいよね。うん、もしかしたらその奈良が見たとこだけかもしらへん。まあね、そんなわけでちょっとフリートークをしていきたいと思うんですけども、私たちルナフロムジェムの結成が発表されてからもう1ヶ月経ったんだって。そう、でもなんかまだ1ヶ月って感じかも私。そうだもん。どっちだろう。でもちなみにちょうど1ヶ月くらいから。え、なんかちょうどなの。結構さ、結構しっくりきてる。なんかやっぱさ、そうなってから一緒にいる時間とかがさ、長いじゃん。5人多いもんね。そう、ほとんど5人。ケーキ会があったりとかでさ、いろいろみんなで話したりもするからさ、ほぼ一緒にいるよね。確かにそうかもしれない。国内めっちゃ前にいる。だからなんか10人でおると、まあ、大体年齢順で1,2,3,4 大体ボーッとって最後なので、だからそう、だからどっちかって年上メンバーやったんですけど、うん、なんかルナにおったら年下メンバーやんか。そうだね、下から2番目。そうだね、だからね、
すごい甘えちゃう。甘えちゃう甘えちゃう。すごいなんか妹になった気分になれる。うん、でもなんかあれなんでしょ、ファンの方が兄弟そうみたいに、ちょうど昨日なんかそのコメント、インスタグラムから SNS のコメントできたんだけど、映画の名前出してもいいのかな、いいよな、いいじゃない、なんか映画の海町ダイアリーっていう映画があるんですけど、なんかそれに雰囲気が似てるねって、その海町ダイアリーはその姉妹の話なんですけど、なんかそれとなんか似てるねって言われて、ああ姉妹みたいな感じなんやって、グループラインに共有したよね。そうそうそう、来た来た、みたいだよ。そう、ひらりがしっかりして見える人、それはあるよね。でもさ、年齢置いといてさ、うん、これでお姉ちゃんとか決めるとどうなるかね。確かに、どんな感じだろう。絶対一番お姉ちゃんでしょ、ひらり。いや違う、いや違う、ひらりは最年少、しっかりして最年少ね。あのね、なんか双子、やめてたよ。なんかこういうのって大体真ん中がしっかりするんだよ、この多い兄弟って。どっちも見てるから、そうだから、私か大丈夫、セロトニン出てる、なんでハッピーのホルモン出てんじゃないの。え、なんか最年少っぽくない、その兄弟、確かに最年少4番目、4番目ぐらい、そうだね、ここはさ、サミ一番上じゃない、マッチはママだって、確かにここ逆かも、うん、でもなんかそのルナの5人でのその前ね、うん、その自撮りの5人の写真を載せたのすごい好評だった、うん、そう、今ふと思ってんけどさ、ナーマともし年下としたら次ユウキちゃんじゃない、4番目左じゃない、真ん中左、あーなるほどね、どっちが最年長になっちゃうの、最年、あ、このとこか、どっちが、あー、え、分からんね、ちさみちゃんじゃない、上どう思う、みんな、ね、なんかさ、ちさみちゃん一番上で、うん、で、ゆうちゃん、確かに、ちさみだな、意外とさ、一番上がしっかりしてるわけでもないかもしれんや、2番目2番目がちょっとしっかりしてそう、わかる、それはね、一番上って、あの一番実は甘えん坊なんだって、兄弟で言うと、やっぱりお母さんと同じ感が、お姉ちゃんが、せやな、せやな、確かに、面白い、そっか、そう、逆にさ、この今奈良たちを知らない方でパッと見、誰が一番最年長に見えるんやろ、確かに、ひらり最年長って分かっちゃうやん、きっと、いや見た目だけだったら分かんないから、ゆきりんちゃん、そうね、どうなんだろう、でも大人っぽいよ、今日大人っぽいで、昨日本当に、やっとコメントで、昨日のひらりがどうだった南口って言ってたし、確かに、ツイッターの動画ですね、面白かったね、そう、面白かった、なんかなんだっけ、あのリハの途中でなんかふざけて、うん、もうあのヒラリはその呼び方をね、ゆうきりん、うん、ちゃんまん、ちさるん、南口って言いますよそう言ってて、なんでなんだっけ名字だやろうと思ったけど、さ、なんか南口さん頑張ってとかいうコールとかもあるじゃん、名字では南口って感じ、面白いじゃん、最近で面白いじゃん、今さ、ヒラリ頑張ってタメ語喋ろうって、うん、そうそうそう、大作戦をさやっててさ、それでむずい呼び方の話になったんだよね、むずい、うん、むずいって言ってる、意外とすぐ叶った夢、あ、南口、ひろさしのことで顔やばいって待って、ねえねえねえ、コメントで一番上はナッチっていう意見が多いって、意外とそうでもないと思う、私、なんでやろな、何が言ってる、ガキンチョてか、ルナにおるとき一番ガキンチョな日が本当に自由にしてるの、止める人はいないから、確かに、またちょっとコメントでもお願いします、ね、で、その定期公演で一回そのお披露目をして、うん、で、名古屋で今度ライブをして、うん、で、明日定期公演だったんですけど、うん、はい、まあ緊張したよね、名古屋はね、緊張しましたね、初の遠征で、まあ、しかも言っちゃえば、うん、ルナだけで行くのも全部初めてだし、そう、しかもそれが初遠征だったし、ね、そう、いやー緊張しましたね、ね、緊張したね、ビラ配りもね、そうだ、初心に戻ってさせてもらったんですけど、やっぱね、一般のね、その通りすがりの方にこうチラシを配ってっていうのがめちゃくちゃ、うん、なんだろう、心強くなって、いや、そう、前も日本列島縦断の旅で鍛えられてるから、うん、なんか本当に、別に名古屋の時ももちろん断られたんですけど、うん、はい、NG ですね、わかりましたみたいな感じで、もうすぐ行けるようになった、なんだ、ショッピングモールから出てくる人を全員狙ったけど全員受け取ってくれへんかった、そうだね、もうなかなか難しかった、なかなか、ね、難しかった、でもだから、うん、初じゃない、初、ビラ、そうだ、そう、どうだった、なかなか、ね、渡せなくって、ね、あ、
どうですかみたいな、なんかすごい困っちゃったんで、困っちゃったんですけど、でもイルリスのなんか若い人のさ、集団の中にさ、結構さ、あら、我々がさ、ちょっとまだこう、あんまり行かないところ、うん、そうね、突き進んでるのは楽しかったよ。だってヒラリさ、なんかみんながさ、あの結構そのアイドルさんの好きな方が集まってる、なんでおたげみたいなしてる中にひらりが立ってたから、おたげしてるところに入ってる、ひらりの周りを誰もうみんなが待ってるみたいな、ね、ひらり一人でこうなってる、ね、逆に強かった、ね、でも全員ね無事に配り終えたよね、はい、配り終えましたね、してもらえるといいよね、ね、それで初めて知ってここに今来てたらすごい感激だ。そうね、確かにそこの先がな大切だからね、ね、でもなんか10人の時とその5人の時、うん、半分なわけじゃん、うん、なんか違いとかある、なんかいっぱいある、お、うん、いっぱいある。例えば普通にステージやったら、うん、普通になんかあの人数が少ないから、うん、なんかいつも以上に意識するっていうか、うん、なんかバミリとかも絶対失敗したらバレちゃうじゃん、多かったらなんかちょっとこう雰囲気でもいけるけど、5人やったらもう全く分からんから、意識がいろんなとこに行っちゃうな、なんか行っちゃうじゃない、意識を高くなる、そう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 、バミリはかなりだよね、バミリもそうだし、バミリかな、でもその見られてる意識っていうのもそうだけど、うん、あの楽屋でもすごい思った、なんかちょっと話そう、例えば MC とかでさちょっと話そうと思ったらもう一瞬で集まるみたいな、あ、そう、人数が動きやすいよね、そう、人数が少ないから声がその通りやすいというか、何であろう、伝わるスピードがすごく速いというか、あ、もう集まったんだみたいなことは思った、そうやな、うん、でも人数少ないっていうのが一番結構ね、そうね、まだ未だにちょっと不思議な感じで、ね、あとなんかさ、まあ、10人の時もそうかもしれないけどさ、うん、やたらとヒラリを探すっていう、なんかさ、あ、こう一緒に5人で移動する時とかも、ヒラリ、ヒラリどこにいるの、昨日だったっけ、昨日も昨日あったよね、誰だっけ、私ヒラリちゃんとつさみがちょうどいて一緒に帰ってて、え、すごい、あ、多かったんですよ、駅が、うん、エスカレーターですごい多くて、で後ろにいると思ってたヒラリが全然いなくて、そうってみんなで、ね、ヒラリどこ、ヒラリって言ったら前にいて、はいって前にいたの、エスカレーターが、はい、うちら3人はあの止まる方、左側に止まる方乗ってて、キイちゃんが歩く方だったの、あ、後ろにいると思ったらもう先に登っちゃってて、そういうことね、一気に不安になったよね、そうみたいな、どこにいたんだろうって、4人ママいるよね、そう、ママの気持ちになった、そう、安心です、今日はそんなこともありまして、かわいいやっても癒されるね。ね、まあ、でも久々にねソロメンバーに会うとさ、うん、なんか違うこうさ元気っていうかさ、あ、確かにあるね。そう、面白いよね。そう、面白い。確かに。あ、元気。そう。ほとんどでも奈々とかさ、奈々、うん、同い年か一個下やソルって言ったら、そうね、確かにね。うん、だけどやっぱ違うよな、なんか。雰囲気が、うん、元気、ほんまに、うん、若いじゃなかったんですか、甘えちゃうと言ってて元気だね。あとなんかそのジュリンに言われて思ったのが、うん、こっちのルナメンバーってあの結構本番前とか緊張するメンバーじゃん、うん、だから過ごそうみたいな、名古屋の時とかすごかったんちゃうみたいな、確かに、みんなでさこう緊張するね、頑張ろうってなれるから、あ、まあ、ね、確かに名古屋の時もさ、うん、結構楽屋もさたくさん人がいてさ、そう、すごいこうスペースがあったわけじゃなかったのに、立ち位置でやろうってかがみちっちゃい声で歌ってほんまギリギリまでやってたよね、やってた、もう本当にずっとね、うん、隙を見つけてやってたね、っていうね感じでしたけども、はい、ちょっといっぱいお話で、明日もね、あの定期公演あるので、そう、明日です、はい、頑張りたいと思います。はい、それじゃあちょっと企画に行きたいと思います。題してナッチ生誕記念企画クイズ南口ナナ、よろしく、はい、もう結構20日間も過ぎてしまいましたけども、はいはいはい、あの10月5日はナッチの20歳のお誕生日でした。おめでとう、ありがとう、もう20日間も、もう投げ方が雑い、ろうそくめちゃくちゃ見えてる、すごい、ありがとうございます、やった、すごい、すごい、なんかすごいよ、なんか7の頭の中バレてるみたいで恥ずかしい、
あ、これでいいな、はい、8歳ということでね、まだあの20歳になってからお祝いが近所目ではできてなかったので、なっちにちなんだ企画で盛り上げていきたいと思います。そのわざわざしてくれるんですか、近所目。そうです、まだ優しい。何後ろから見ると本当に寒いの。実際これだったら頭おかしいです。もらわんとってこれしかなかったから。はい、ルールはですね、まずナッチに質問を出題します。ナッチはみんなには見えないように質問の答えを正直に書いて伏せておいてください、はい、他の3人はナッチが何と答えたと思うかコメントの皆さんと相談して答えを1つに決めて回答して答え合わせをしたいと思います。はい、どんな答えでもナッチが最初に書いた答えが正解となります。はい、時間までに5問正解することができればみんなでご褒美を食べてお祝いすることができます。ご褒美、はい、ということで皆さん、あの、自信はありますか。ちょっと待ってね、自信はって、お、いいですか。何じゃん、今回ご褒美はインスタ映えするケーキと、それで、それだけでも嬉しいよね。お、じゃじゃじゃん、ゆうきにんは忘れているようですが、前回の放送で優勝したご褒美、ゆうきりんの好きな食べ物をみんなで山分けで差し上げました。山分けいいの。そうだ、忘れてた、嬉しい。え、本当にくださるんだ。え、なんだろう、嬉しい。注文してないの。注文したっけ。誰か覚えてません。ちょっとせんべい。せんべい、ゆうきりんが好きなものですね。好きなものだった。当ててくれてるね。当ててくれてる。嘘、うん、せんべいだよ。え、すごい、せんべい、すごくない。すごい、あ、ほんとだ、ね、せんべいって。はい、ということでね、あの、頑張っていきたいと思います。みんな立って。立つ、あ、こっちの話だから大丈夫だよ。みんな立って。はい、元気よくいくよ。自信はありますか。あります。なっちゃんだ、なっちゃんだ、ほんとに、ほんとに、なんかさ、変化球がすごいからさ、今日収録でいっぱいあったでしょ、みんな。今日のね、収録の内容も私のこと結構ね、たくさんやったんです、うん、だからきっとみんな分かってくれてるはずな、ひらり。はい、何が、はい、いや、元気になったんだけど、大丈夫、大丈夫かい、目がちゃんと、うん、大丈夫って言ってる。はい、じゃあ早速1問目いきたいと思います。はい、なーちゃんの質問1問目、南口奈々の座右の銘は。カーニングした、あ、奥でだった、奈々ちゃんは奥で、よっしゃ、いくよ。スケッチブックに書かれるの。はい、うん、みんなで1個だ。そう、みんなで1個だと思う。声に出しちゃいけないですよね、なっちゃん。あ、でも先に書いてる。あ、先に、なんだろう、なっちゃんが座右の銘、なんだろう、でもさ、なんかさ、前言ってた気がするんだよね。そう、奈々もね、あったのかしら。あ、なんかさ、座右の銘っていうかさ、目標は言ってたじゃん、誕生日の目標じゃないけど、だいたい友達帰ってからのもん。そうだね。え、ちょっと座右の銘、あ、ちょっと思い出さない。どうも、7体とか特に。あ、でも確かに、その、確かにケタロスさんの、そうかも。ああ、なんかインスタでなんかそういうような書いてましたよね。なんかないかな、うん、絶対分からはず、みんな、分かる？知ってる言葉？知ってる言葉っていうか言ってる夢、あ、ねえねえねえ、聖地さんのっぽくない？なんか言ってた気がする前。これだ、下、あ、消えちゃった。ちょっとこれ言ったら何体が分かるかな。一生においての目標です。でもシャペさんのもさ、上から2番目の3番目の、あ、ね、それこれはよく言ってるよね。確かに。もう書いた？あ、じゃあ口に出していい？うん、でも感謝系が、感謝系が一期一会もう書いてるし、一期一会か、いやでも一期一会よりは感謝だと思う。感謝系だね。感謝の気持ちを忘れないとか、ね、なんか前言った気がするな。かけて名前転ぶよ。いやでもこれはでも言ってる感じしないな。その間にあの、あ、継続は力なりもちょっとっぽい感じするな。でも感謝系だと思う。感謝系にしてみよう。感謝に、感謝、これは一生で言ってること。決まりました、皆様。感謝の気持ちを忘れずに。え、一部一部全部言葉当たらって感じ。いや、言葉でやっぱ合わないといけない。いや、意味当たったらよかろう。やばいやばいやばい。あ、でもさ、ゆうきちゃんに書くの任せて大丈夫。あ、そうよな、なんかちょっと、なんかちょっと待って。
合ってるよね。まだ合ってる、まだ合ってる。なんかちょっと待って、ちょっとさ、ゆきちゃんの字見てると何が正解か分からない。それ分かる。なんか何が合ってるか分からないじゃん。まあまあ比較的合ってる。おこれに感動してるじゃん。大切だ、逆にでしょ。この感情書いてるみたいな。はい、伊勢はこっちから、うん、じゃじゃん、感謝の気持ちを大切に。あ、そう、感謝系ですね。感謝系、まあ、忘れないとか、そっち系です。感謝系、正解はダン。あ、目は行くし、誕生日だからこそかぶれるわけじゃん。どう思います？確かに、スカートとか、ね、全部、ね、全部ってきそう。前髪ね、アシュレにしたよ。あ、アシュレね、早く伸びてくれないかな。いや、あんまちゃん違う。でもさ、最近ロングにしてさ、髪の毛もいい感じじゃん。確かに、ミット、ろうそく、ぬー、アシメではない気がした。アシメじゃないかな。ね、なんか言ってたもんね、なんか、なんかその帽子か、帽子か、洋服ならばスカートか、かートあとバディならバディ、ね、ミラクルバディの感じ。帽子ちゃう、帽子かな、帽子が。でも今の、あ、まず、やっぱ今のだから、ナウを強調してるから、ね、帽子ちゃうか、帽子にしよう、帽子にしよう。なんで、バディはいつだってエブリデイバディだ。そうだよね、そうだよね、変わるじゃないもんね。変わるじゃない、よっぽどのことじゃない。変わったとしてもプラスにしか変わらない。そうだね、確かに。いいことですか。じゃあ、じゃあ帽子にしますね。みんなも大丈夫来たんちゃう。でも結構さ、帽子多くない？うん、いや、帽子だと思う。だって、ナウ、ナウだもんね。この帽子は今しか、そうしよう、かけ、かぶれ。帽子だってみんな。いやいや、いけるいける。行こう行こう。これに関しては、これで違くても、これで違くても大丈夫。そうだね。いくよ、せーの、帽子。はい、正解は、せーの、鼻。はぁ？今の二十歳の南口だし、今のチャンポイント鼻です。その待って、よくないと思う。もしもしボディにするのならば、あなたはボディを押すべきよ。やっぱりやっぱり、いや、これ全てバディ、バディ、体、体はこっからこっち、全部全てです。やばいよ、ほら、コメントは分かってないわ。でも私どこかで言った気がするよ。なんで、あんま好きじゃないけど、好きじゃないコンプレックスこそ個性だと思う。今やばいよ、ナウって。いくやしかだからな、難しい。やっぱりさすが南口だわ。もうちょっとダメだな。やばいね、バディならバディって欲しかった。そうね、え、マネージャーさん当てたって嘘でしょ。で、怖いわ逆に。今日はすごい絶好調ですよね。なんで、いろいろ一個前の初任の時も鼻なんてコメントもなかったくない？あった？なかった、なかった、ね、はい、じゃあ面白いね。次行きたいと思います。これからもやっていけそうな気がするよ。本当にグランメンバーの中で2番目に女子力が高いと思う人は誰？2番目に、なんかさ、1番からさ、ベビーとかならさ考えつくけど、2番目ってさ、じゃあさ、どうなんだろう。なっちゃんは思う、チャンマンは下の方だと思う、うん、お部屋のイメージしかないけど
自分でもそんな気がしてるから、ね、私身長がしょルナメンバーだから、そっか、いやルナだから私こっちかこっちだと思うんだよね、絶対1位2位こっちかこっちだと思う。はい、ナナはこっちました。こっちな気がする。でもいや、むずい、なんかさ、ネイルとかさ、その香水とかさ、ね、わかんない、なんか変化球なんだもん、どう思う？普通に変化球だから、私の人はあえてあもう正解やって変化球ってなると、ちさみ金沢ひらりちゃんちゃんが、おめでとう、ちさみが、ちさみが2番目ってことか、あ2番目ってことか、そうだと思う、そうか、行く、行っちゃおうか、これはちょっと信じよう、すみません、いやこれはちょっとね、まあ所詮ゲームだから、そうでしょ、そうだよ、何この信じ別になんかさどうにかなるわけじゃないし、そうしよう、先に行こう、でもねご褒美があるからね、いや考えようか、確かにちょっともうちょっと考えようか、確かにでも一回行ってもいや、でもファンの方のね、そうだね、じゃあファンの方の、そうね、信じてみよう、うん、行くよみんな、一緒にダンスする、いやー、せーの、ダンスタミー、よっしゃーよっしゃー、どうか、最高、ジェミリー、ジェミリーすごい、ジェミリー最高、すごいすごい、これ最高、すごい、え、ちなみにどういう順番だった？確かに気になる、あのね、今思い出したんだけど、なんかその時に思ったのはね、ゆっこの7は4人の中で考えてて、1番はゆきちゃんってやったんだよね、で2番はゆきさんみたいで、けど今ちょっとふと思ったのはゆきちゃん女子力だから今思うと1番がこっちにずれ、2番がこっちにずれ、ダメだ、ちょっとそう、じゃあ次次次ネクスト、でもね、ちさみちゃんが合ってますの、ちさみちゃんです、よかった、まあね、目の女子力も部門がありますからね、そうですね、そうそうそう、次行きます、ネクスト、南口奈々が自分にダメ出しを一言するなら何と言いますか、これこれこそ変化球にそうじゃない、でもしっかり誠意やろ、さっきで、さっき花と書くんじゃなくて、ボディならボディにしとけばよかったっていう、あ確かに、いや違うな、あの顔、それか、なんだろう、ダメ出し、ダメ出しでしょ、うん、なんかある、空気を読め、あ、まだ書いてなかった、まだ書いてなかった、まだ書いてなかった、もう書いてるよ、いいよ読んじゃって、うるさい、KY すぎる、人の話しよう、ちょっと待って、結構きついよ、なんかそれ反省したいからメモさして、誰かスクショして、しゃべりすぎちゃう、話がずれてる漢字が読めない、周りが見えてない、笑いのセンス、可愛すぎて罪、しゃくとりしゃくとりMC で暴走、いつのこと言うやろな、今どうなんだろう、言っちゃいけないことを言う、よく言われてるよな、な話を聞けな、話よく言われてること書いてる、話じゃない、じゃあそっちの話じゃない、空気を読む、空気を読む、話を聞く、ずれてるやっぱそっち書いてるごめんね、でもダメ出しだからそういうこと、ダメ出しってそういうこと、はい、書けました、わかんない、ほらよく言われるやん、メンバーこそやと思うよ、これは、あのいやでも人の話聞く系じゃない、そう、あと記憶力一度聞いたことを覚えてる、あ、でも言ってた、あんた、なんて、あ、そう言ってたよね、あー、どっちやろ、人の話をしっかり聞いてそれをしっかりと覚える、人の話をしっかり聞いてそれをしっかり覚える、だから記憶力良くなるガム食べてるぐらいだから確かに確かに結構悩んでると思うんだよね、確かに、なんかね、でもね、当ててほしいな、ちょっと待って、結構さ、なんか人類として初歩的なことすぎて本当に申し訳ない人の話をしっかり聞いて、いやでも本当にガム食べてたもんね、この間確かに結構悩んでると思う、でも、ね、聞いて、でも聞いて、記憶力のことあって、
違う。あ、違うんかも。わっちゃん違う。じゃあ27分ない？そうだね。じゃあこれ全部分にしとくか。うん。これだけいいよ。これだけ。そうだから。あ、だって待って待って待って、でもどういうことやろ。え、ちょっと待って。あ、それでいいかも。あ、でも最初か。あ、じゃあなんかなんか全部そうやからいや。根本的に直すの。根本的とか感じ。はい。せーの、ダン。一回聞いたことをもう一回聞かない。ああ、でもいいんじゃないですか。でも合ってるんじゃない。同じやん。でもね、フォローになるか分かんないけど、記憶力が悪いんじゃないってことをね、それこそ人数が減って思ったの、ルナの楽屋にいて思ったの。違う、話をね、1回目の時に聞いてないの。だから、記憶力が悪いんじゃない。違うんだ、そう、そのせいで。伝える人だっけ、誰かと話したの。でもなんかそれ聞いたよ。いないよねみたいな。そう、いないじゃない、いるんだけど違うことをしたの。そう、あね、人数、あ、ほらマネージャーさんがめっちゃ懐いてる。なんか、今まで10人だったから分かんなかったけど、5人になって楽屋が少なくなって、めっちゃ業務連絡してる時になっちゃうのは違うことしてたので、その後すぐ聞き直してたから記憶力は全然。でもこれですよ、なっちゃんさん。そうですね、1回聞いたことなくて、1回目で聞いた。それが終わりまして、次はここ10月26日明日、はい、ルナが定期公演をさせていただきたいと思います。恵比寿にある、クレアートでやらせていただきます。チケット発売中でございます。夜19時からやりたいと思います。場所は恵比寿駅を出まして、すごい、まっすぐ行って、すごい、ちょっと行って橋のところ当たって、だいたいこの辺にあります。すごい、かけなかったんですか。そこかけなかったんですか。重要じゃないの。超面白いじゃん。そこかけなかったんですね。ここにありますので、ぜひ皆さん来てください。ここにやっちゃうさ、こうくっつけちゃう。私もだいたい位置でこう、こうかな。こう、ぜひ来てください。皆さんお待ちしてます。はい、そしてその日のその後ですね、ちさひらカフェ、ラジオ日本、このひらりとさみちゃんがレギュラー出演しているラジオに、私南口なのがゲスト出演していただいてます。テキ声の後10時からぜひ聞いてください。お願いします。はい、そして10月27日の金曜日に、ジェムとワンフィンガーさん主演の
主催のイベントを、初めてここで開催します、ジャングルレストランというイベントです。はい、いろいろララチンとリネちゃんとのコラボもあったりとかいろいろあるのでぜひ来てください。お願いします。お願いします。そして、今日生誕でお祝いしていただいたんですけども、はい、私11月25日にこの定期公演と同じ場所恵比寿クレアートで私南口奈良の生誕祭20歳させていただきますので、ぜひ皆さん、お越しください。よろしくお願いします。楽しみ、楽しみでございます。はい、ということで、生誕なので特別にケーキあげます。わー、その代わりおせんべいは次回メンバーに渡しますね。だってなんで、あ、ケーキがあるから、ケーキあるから、下子もケーキ、え、なに、大きいよ。しかもインスタ映えするって言ってたよね。せーの、わお、やばい、やばい、やばい、これさ、前回やばい、あ、すごい甘い匂いする、うわ、やばい、楽しみ、すごい、今食べたくなくない？今ちょっと改めて写真撮って。でもこういう時は食べないといけないから、ここのクリームだけになっちゃダメで、ここで、この落ちてるクリーム、落ちてるクリーム、落ちてるクリーム、だいたいこれで食べなきゃいけないから。何、チョコ、このクリームだけダメよ、落ちてる、落ちてる、わかったわかった、このクリームだけ、ここ、うーん、わからない。そうやね、でしょうね、使ってるから笑ってるだけでね、本当に。めっちゃ面白いよ。そうですね、なるほどね、楽しい、はいはい、私真ん中持って、楽しいよ、めっちゃ疲れてますよ、相変わらず。じゃあランキング、はい、30人見てくれてますね、今、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあランキング5位から見たいと思います。じゃあ、せっかくなんで誕生があるから、あ、そう、もらえますか。はい、了解です。じゃあ、お名前をお呼びしたいと思います。はい、はい、お待ちしてますよ。あ、星が今投げられた、ありがとう。あとコメント見れたりしますか。止まってるね、今。お願いします。あ、いけたいけた、 ありがとうございます。味音痴って味音痴、あ、いけます。一瞬待ち、コメントもね、今日めっちゃあげるかも、ね、ありがとうございます。ねえ、ひらり、どれが食べたい、ケーキ、どれがいい、指さして、バッチもいい、ちょ、ナナもこれ。なんか週の時もそのくだり見た気がする。何がいいの、これ今日見たね、今日見て、ナナもこれがいい。でしゃぶでしゃぶ、しかも2回目とかじゃなくて、もう1回3度目の正直やる、どれがいい、はい、ランキングはい、はい、じゃあランキング5位の方、はい、シューマッハさん、ありがとうございます。ありがとう。そして第4位がヨメコックスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第3位がミカちゃん、あ、ズッキー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 、ありがとう。そして第3位じゃない、3、4、2位がトヘイ、ありがとう。ありがとう。そして第1位がトゥルルルル、りょうちょうさん、ありがとうございます。りょうちょうさん、りょうちょう、みかえさん、ありがとうございます。私、寮長なんだよ。寮長、寮長、あ、寮長という名前。そうなの。ほう。ほう。はい、ということで。ありがとうございます、皆さん。はい、そうですね。はい。はい、じゃあ、森岡さん、お願いいたします。あ、はい、失礼いたしました。はい、はい。はい、今お呼びした1位の寮長候補ミカエルさんは、このままログインした状態でホーム画面のお問い合わせのページから当選したことをお知らせください。今日から30日以内に運営へのお知らせをしないと無効になってしまうので、お早めの連絡よろしくお願いします。そして運営からの返信があるまでは、お名前絶対に変えないでください。そしてお名前お呼びできなかった方も、あの、星投げやったりカウントだったり、はい、ギフトを皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございます。次回もね、確かね、曜日違うんですよね。次木曜日、木曜日だ、書いてるって。あらあらあら。はい、次回はですね、11月9日の出演メンバーは
熊城、小栗、村上、井山、平野のソロメンバーだけでお送りしますので、はいはい、私は出ないんですけど、皆さんしっかり見ておいてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、その宣言はソル行きだ。ソルの元へ飛び立ちます。ゆうきちゃん、いいの？やっぱりここでさ、嫌って言っとかないと本当にあっち行っちゃうんだよね。嫌です。時間なんで閉めてください厳しい時間なんでね。じゃあ皆さんぜひ11月9日見てください、はい、そして明日絶対来てほしい。ぜひ公演ちょっと全力でお願いしよう、ね、お願いする。せーの、よろしくお願いします。消えた消えたはい、それではエビスクレアートにお越しください。皆さん本当にクレアートだからこそできることだと思うので、そうです、全面的に使っちゃうからね。本当にすごいヒント言いましたね。そう、全面的に使っちゃいますからね。楽しみにしていてください。それでは以上、We are GM ジェムでした。ジェムのルナだった。 We are GM ジェムのルナでした。ピラリどれ食べたい？ルナもこれ。